どうもいらっしゃいませ、プーマです。結局2体持ち、浅村秀人。はい、ということで今日の動画は TS 第一弾で登場した浅村秀人さん使ってる屋台やっていこうと思います。もう早く使いたくて使いたくて仕方がなかったです。この前のランキング爆走してね、無事獲得できまして育成も終わりましたので、今日は初使用していこうと思います。で、この浅村さんなんですけど、皆さんご存知の通り今回ね、査定年が変わりましたね。前回 TS で登場した時は2018査定だったんですが、今回は2013査定ということで、個人的には大喜びの査定年で登場してくれました。もう2013年の浅村さんは本当に印象深かったですからね。初めて大活躍した年で、タイトルも取った年でもありますし、この前の TS と査定年変わって変わり映えしますので、まあ、査定が変わってくれて嬉しいかなというふうには思ってます。で、今回の浅村さんなんですけど、前回の浅村さんとの違いがいくつかありますので紹介しておきますと、まず打撃ステータスはミートプラス1、パワーマイナス1、総力プラス1という形になっています。まあ、ここはほぼほぼ同じような数値なので、そこまで気にしなくていいかなとは思っている。まあ、ミパ A 同値チャレンジね、無事敗北しましたので、現状打撃を極めし者がついてまして、ミート82、パワー80になってるという感じです。そして一番の問題は守備ですかね。まあ、2018とはだいぶ変わりました。まあ、2013年はファーストメインでやってたので当然なんですけどね、2018査定からの変更点としては、メイン適正がファーストに変更、レフト適正、ライト適正、ショート適正が追加になって、セカンド適正が D と低めになった点、あとは補給スローイングの数値も下がった点からというところです。これね、メイン適正ファーストなのはまあいいんですけど、ちょっとね一個だけ文句ありまして、それがね、ファースト適正 C ってところですね。この年の浅村さんって守備指標かなり良かったんですよ。確かね UZR16.4 とかだったらしいです。で、しかもゴールデングラブも取ってますし、まあせめて特殊でファースト B 行けても良かったんじゃねえのっていう風な気はしてますね。まあ、これがね、ファースト B だったらかなり激アツだったんですけどね。現状セーブ純正だとファースト B の山川さん持ってる人とかもいると思いますし、まあそういう人は無理にねこの浅村さん使う必要もないのかなって感じはしてます。まあ、というかもはやね、通常山川さんも適正 C あるんで、そっちでいいんじゃねえかっていう感じですね。はい。そして特殊能力も変わってまして、パワヒがなくなって満塁男になっています。で、ここがね好み分かれそうなところかなと思いますね。なぜかというと、パワヒがなくなったことで弾道が完全に高弾道となりました。個人的には高弾道の選手結構好きなので問題ないんですけど、まあ、最近パワヒの調整入ったところもありますし、まあ、パワヒが好きだよっていう人もいると思うんで、この辺はね好み分かれそうかなって感じはしています。というか実際2018査定の方はセカンド B でファースト C なんで、まあ、リアタイに限れば2018スピ解放で十分っていう人も多いのかなと思いますね。まあ、ここに関しては何とも言えないですね。打感に関しては好みだと思います。ということで今日はこのオーダーで浅村さん使っていこうと思います。上位打線に高弾道の選手を並べてみました。たまにはこういうのもいいでしょうというところでやっていきます。それでは早速本編いきましょう。はい、そしたらよろしくお願いします。早速やっていきたいと思います。で、先行ですね。ということで今日はね、先頭アイトさんで使っていきます。まあ、最新シリーズゲットできてないんで、去年のシリーズ2にはなっちゃうんですけど、まあ、とりあえずヒット打っていきたいところ、オッケーとりあえずはツーベース打っていくと、これ広角チャンス出ねえかな、両方出る、オッケー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 、いいね、強いね。92、90か。まあまあまあ、プラス10あれば十分じゃないですか、数値としては。まあ、これで満塁男出ればカンストするんでしょうね、多分プラス10されるんで。さらにいいね、オッケー、よいしょ、先制していく。まあなんか捉えきれなかったんで消化不良感ありますけど、まあまあいいでしょう。まあでもどうなんでしょうね、今回自分浅村さん2体持ちしましたけど、おー、トロザキさん、アップルパンチ、やっぱ高弾道使い勝手いいな、やっぱ高弾道使い勝手良すぎません、オッケー、いいね。で、ちょっとね、今回の浅村さんなんですけど、まあ、自分はね、2体持ちを結局しました。まあ、前回の TS と今回の TS2 体持ちっていう感じですね。まあ、どうなんでしょうね、2体持ちしたんだけど、使うのかなわからないね、正直。まあ、実際ね、セカンドって、まあ、リアタイだけで言うと、トロサキさんがいるじゃないですか。で、自分はアニバのトロサキさん使ってるので、まあ、そんな使う必要ないかなと思ってまして。まあ、使ってもファーストなんですよ、浅村さんって。まあ、って考えると、どっちかっていうと、まあ最新スピーの方が優先かなって気もするんで、まあ、自分はねリアタイで使うとしても、今回の TS の浅村さんメインで使っていくことになるかなとは思ってます。まあ、ただ将来的にねスピ解放とかして使いますってなった時は、パワヒ浅村さんでもいいのかなっていう気はしてるんで、まあそこはちょっと様子見ながらやっていこうかなって感じです。ガーガッガッガー、
こういう時にさ、ゲッツーいらないんだよね。あ、ちなみにね、よく質問で、今回の浅村さん必須ですかという質問が来るんですけど、遊び方次第ですね、そこに関しては。自分みたいにリーグも頑張ってやってますよっていう人だと、必須ですという感じです。さあ、とりあえず追加点。まあもちろんね、リーグで、ミパー159のステータスってかなり高いので、まあリーグ的にはマストなんですよね。セーブ純正やってるなら。まあなので、必須うんぬん以前に、いないとまずいっていうレベルなんで、まあそこは遊び方次第だと思います。もちろんね、リアタイだけやってるよっていう人は、まあ今回ね、取らなくても全然いいのかなとは思ってて、まあそこに関してはね、スピ解放、まあ選択系とか取れてると思うんで、まあそういうの使ってスピ解放みたいな感じでも全然問題はないんじゃないかなと思いますね。わっ！満塁で浅村さん回せると思ったのに。さあ、浅村さん2打席目だ。行くぞ。何にも出ないんかい。いやー、広角出ないときついのか？あ、オッケーオッケー。だけど、打球が上がらん。なんか全然パワーヒー使ってても同じような打球飛ぶことある気がするんだけど、まあいいか。はい、オッケー。殿崎さんで打っていくと、殿崎強え。まあ結局、高弾道の選手使いやすいよね、と、そういうことですね。まあ個人的にはね、今回のこの変更は大歓迎でして、まあ人によってはね、パワーヒーの方がいいよっていう人はいると思うんですけど、まあ、自分はこっちの方が好みです。はい。まあ、でも実際どれぐらいの割合なんでしょうね。前回のね、TS 浅村さん使うよっていう人が多いのかな。どうなんだろう。リアタイメインとか、まあ、スピ解放でうまくやりくりしてる人だと別に無理して取んなくてもいいのかなっていう感じなのかね。まあ、ここは完全に好みですね。人によるとしか言えないです。はい。はい、オッケー。あざした強制。はい、2試合目いきまーす。ということで、打撃シーンまでカットしましょうか。ちょっと1点取られちゃったんですけど、頑張っていきましょう。はい。さあ、ということで、打っていきましょう。アイトさん、頑張れ。ああ。さあ、浅村さん、何にも出ない。まずい。変化量マイナス1してるのはでかいんだけど、これなんとかスピゴリ押しでいけねえかな。パワー A ではあるんで、当たりは飛ぶような気もするんですけど、いや、ちょっと広角出てないと、高弾道にありがちな打球飛びそうな気もするんで、ポップフライね。怖いところが若干あるかな。まあ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 、気合で打ってこう。はいはい、スリーボール、スリーボール。ファーボールはでも嫌だな。いや、これ、アウトコース攻められるとちょっときついところがある。頼む。よいしょ。いけ、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 いけ。伸びないんかい。まあ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 。まあでもフェンチョクまで行ったからいいでしょ。はいはい。まあまあでも高弾道っぽい感じの打球でしたね。まあああいう感じで、まあパワーあるんで、でも飛んできますね、割と。ライトオーバーになったんで、広角出てなくても。だいぶ飛びましたね。ハッハッハッ、アップルパンチ、強すぎ。いやー、やっぱ高弾道強えわ。まあでも浅村さんさっきの打球あんな飛ぶんだったらね、まあ広角出ればだいぶ行きそうな感じですよね。どっちがいいんだろうな。パワーヒーも強いとは思うんだけど、まあ総合力のパワーヒー使うか、個人的好みの高弾道使うかみたいなところかな。でもね、スピリーグ予選の DH で使おうかなと思ってますね。スピリーグ予選が、今回って、おいしょーおかわり。いやー、これは現実通りの活躍ですね。で、話戻ると、まあ、スピリーグ予選 DH で使おうと思ってまして、まあ、その理由がね、侍中島今使ってるんですよ、自分。まあ、そういうところがあるんで、スピリーグ予選では使えませんと、侍中島は。となると、まあ、中島の代わりとして DH で、今回の浅村さん、使うのはいいのかな、なんて思ってますね。さあ、ということで、チャンスメイクしたんでね、これ、ワンチャン、浅村さんまで回せるんじゃね？まあ、石毛さん代だというところで、もう一打席回してーな。あれでも回んねえか。裏だから、コールドになっちゃうのか。はい、はい、抜けない、抜けないんかよ。はい、じゃあやってきまーす。やっていこう。これは2打席回したいところ。ということで、お相手さんが山岡さんですね。これ、去年の私立のやつかな。そうだね。ナックルカーブの山岡さんです。まあ、ちょっととりあえずアイトさんで出塁してね、そこで浅村さんにチャンスで回したいところがあるよね。まあ、とりあえずチャンスで回さないとね、ちょっと特殊能力がきつい感じがしてて、ちょっとね、使ってみてる感じ、ちょっとね、パワー不足感があるというか、オッケー落ちていく。あ、もちろんね、パワー、あ超広角でね、これなんですよ。ランナーが得点圏にいないと、超広角しか発動しないんで、ちょっとね、きついね、これ確かに。パワヒの方は、ランナーいなくても、広角パワヒ両方とも出る可能性があるんで、あれなんですけど、バッケロー。いや、でもどうなんだろうな、これ、パワヒ、特能的な意味だと、強いのかもしんないですね。まあ、パワーはね、上がるんで、パワヒ発動さえしちゃえば。ちょっとは、今回の浅村さん、そこはネックかもしんないね、唯一。もったいないところではあるんだけど。まあ、やっぱりね、ランナーが得点圏にいないと、超広角しか発動しませんっていうところは、きついポイントではあるよね、やっぱり。まあ、満塁だとね、チャンス満塁超広角全発動すればステータスもねマックスになると思うんですけど、99いくと思うんで、ミパ爆発力はあれど満塁になることなんてそうそうないし、
代打で使うのが正解なのかな、わかんないね。確かにこれは使ってみてわかったことなんですけど、まあ、確かにこれパワヒの浅丸さん使いたいっていう人がいるのもわかる。はい、押さえたんでやっていこう。で、ちょっとこの回ね、浅丸さん回せそうなんで、まあ、とりあえずランナー2人以上出して回していきましょう。はい、オッケー、失礼していく。いや、でも浅丸さん、まあ、さっきもね、ちょっと話してたんですけど、まあ、これパワヒとね、まあ、好み分かれるのはね、まあ、十分理解できますね。使ってて。さあ、代打出します。まあ、でも実際どうなんだろうな。シリーズ1の間は、今回の TS 浅丸さんでいいような気もするんですよね。まあ、スピがまず純粋に高いっていうのと、おお抜けるんかいそれ。まあ、ライドラの打球だったね。そうそうそう。で、話戻ると、まあ、今回スピ純粋に高いですし、特能出なくてもね、まあ、素のステータス高いんで、まあ、なんとかなるんじゃねえかって気もするんですよね。さあ、発動しないんかい、何にも。いや、まあ、なんとかなるっていうところを見せていこう。まあ、今言った手前ね、打てばいいんです、打てば。はい、はい、はい、いけ、いけ、いけ。これ、レギュラーでいいわ。